今何でもんでお買い物をやってて、すごく喉が渇いて路面店でジュース買おうかなと思ったんですけど、なんかお腹壊しそうでどうしようと思ってたら、なんか新しくめっちゃ可愛いカフェが出てたできていたので、前なかったんですけどね、そこにちょっとつられて入ってきました。じゃあ可愛いでしょ、ちょっともりもり、すごい、ちょっと吸引力を要します、吸引力を要しますというか、めちゃくちゃ濃厚、めっちゃ濃厚。ちょうど何でも市場の真ん中あたりにあったかなっていう感じです。なんかこのクマちゃんのぬいぐるみがいっぱいあちこちに置いてあって、一つずつの席がめちゃくちゃ可愛い席です。前来た時はねなかったんですけどね、ちょっとずっと歩いてきたので、ちょっとここソファー席なので足を上げてちょっと休憩してから次のところに進もうかなと思います。今何でもんなので、何でもんというか今日はめちゃくちゃハードで、キョンドン市場だったかな、薬令市場の方に行って、今めっちゃホットな中スターバックスの店に行って、それからあの魔法の粉を買って、パックね買って、その後アングックに行ってポッサムを食べて、それがまたまためっちゃ並んでいて、でその後どんぐりカフェに行ってまた移動して何でもに来ました。でこの後はまた本殿の方に行って、新しくできたダイソーとか、なんか6階建てぐらいのダイソーができてるらしいので、新しくできたダイソーとかオリーブヤングに行ってホテルに帰れればいいなと思います。じゃしっかりちょっとここで休憩してからね、次の場所に移動したいと思います。